ゆっくりがお送りする岩音実況動画。今回も、恒例の MS サプライガシャコンを両軍に買い回しでキンズ強ダブゼ赤マンサ出していこうと思います。出るわけねえだろ、マリサもいますよ。その前にお家で岩音キャンペーンの方のガシャコンも今週までですんで、まだハロチケもらってない方はお早めに。期限ギリギリまで取っとこうとしてもらい忘れたとか最悪で済んで今すぐガチャっとくんだ。ゴールドハロチケはゲットして30日間の猶予があるんで、来週の調整見てっから何と交換するか決めますかね。まあ持ってない赤マンサ強ダブゼで安定だと思いますけどね。あと余ったキャンペーンチケットは1枚1万 GP と高値で売れるんで、忘れず売却しとこ。こいつ23枚もチケ余ってんじゃねえか。ただの岩音廃人じゃねえかよ。どんだけ1日1戦してんだよ。なんやかんやヘビーユーザーですね。人犯罪者以前に言うんじゃねえよ。わしゴリゴリのエンジョイライトプレイヤーですから。お前の岩音プレイヤーへの偏見がすげえな。そんなことよりさささっとキンズ強化 W ゼータ出してジオンの方も取れ高回収いきますよ。キンズガンブムです。SA ビームライフル強いんで強く願れない。全くの外れとは言えなくてキレゲーを封じられる。でもわしにはもう1枚チケッツありますから、次こそキンズ強ダブゼ出るんやろ。チラチラクマキンズです。そこそこ A 期待出て全然おもろない。どうせならキンズ出せ。そういったことでジオンの2枚に全てをかけるバイプッシュ2倍キャンペーンの前にジオンでも犯罪者ガシャコンでハロチケもらっときますね。犯罪者ガシャコンガシャコン言うんじゃねえよと思ったら、いきなし虹枠。これは本当に赤マンサ来てしまう。やべえ展開。ゲームクリアです。岩音引退します。危なく引退するところでしたね。今時なハトとかいらねえハ。まあコスト限定トナメ、また来たらネズミ機として使うかもしれませんから。むしろスタンク内で遊びます。買うんじゃねえか。だがまたしても虹枠金図確定で確実にわしを引退させに来る運営の巧妙な罠トラップ発動。レイちゃんは岩音やめへんで。ゴミじゃねえかよー。チャービとセミオートの持ち替えなかったら割と良期待。ということで今回も回収されたフロンティア1実況しようとしたら全然マップ出てこなかったんでシュガーキャッスルになります。まあ予想通り回収後もいい評判は聞きませんけどね。まあ前が悪すぎたんで回収した方がいいのは間違いないですけどね。こんなことより今回はオーガンコーンフレークキャスガンハンマーのリベリオンガンブムオールスターズで4日後に死ぬる甘草を弔う生前葬となります。恐縮です。そんなことよりキャスガンを誕生させてあげてください。レベルアップ期待は失敗だった。もう二度と実装されない。ともかく初動は中央から BC とツトの指揮指示なんで天草で思い出作りしてきます。うせ調整後もハンマーと B ライ強いんでそこまで弱くはならないと思う。正直こいつが強くなりすぎたって部分もあるんで、両軍やってる身としては弱体されるべき機体ではあるよね。ともかく一発でよろけ取れる武器が必中ってのがストレスでしかないんで、ロンビ系はごっそり弱体してほしい。アマザム発動で余裕のギリ拠点踏み成功。本当にギリだったと思ってください。人反応速度上昇のクール待ちなんでここはわしに任して、お前らは先に行くんだ。はよはよ。完全に味方を盾に使うぽい。中初動突っ。もっとあの赤枠にハンマーしたいけどアホザムまだですか。そして青 F91 に捕まる。よろしいならばハンマーだ。盾受けされてよろけなし。だがハンマーは何度でも貴様を襲うぞ。何度でも外れるぞ。赤ロッキ必中って言ったじゃないですか。必中とは言ってない。ともかく敵突も来てるんで2機目のシャーガンブムで中央拠点絞りたい。あも結構削られとるな。これは初動完全にリードされる。まずい展開まずいですよ。そんなんどうでもいいからこのキャスガンの超かっちょいいブーストダッシュ姿勢を見てくれ。かっこよさに全振りした完全趣味機体。まあ戦場で全然見ないってことはお察し能力なわけで。ともかくこいつはレベル2にならないと始まらない機体。撃破か被弾でゲージが溜まり、レベルが上がっていくシステム。レベル2になればメインのビームライフルが威力と判定が大きくなるし、
移動速度も上がるんでまあまあ悪くないかも。ただ火力だけでなく DP も上げてほしいんすよね。レベル自体は上がりやすいんで、もうちょい強化入ればいい機体にはなりそうなんすけどね。あとアーマーが異常に低いのはさすがに修正してほしい。360コスでアーマー3000ちょっとは低すぎやろ。わし普通にレベル2にもなれないで試合終わることもあるかんね。レベルになってますね。ほんまこれ今回はたまたま偶然ラッキーとラッキーが重なった結果ですからね。またおばひしてますね。ほんま普段ゴミカスにやらるるだけの前線おばひ野郎ですからもっと固くせよ。わしのキャスガンをキャスガンにもガード耐性よこせよ。赤マンサと同じ色してんだろ。色だけしか共通点ねえだろ。色だけしか共通点ねえだろ。オウム返しやめろ。ヒロシに燃やされたんで一旦ギッチョンしますね。意味だよ。言葉通りの意味だよ。言葉のチョイスが間違ってるから聞いてんだよ。呼吸器まで戻ってホカゲー立ち上げてログインボーナスだけもらうって意味だよ。映像見てもらえばわかりますけどしてませんからね。そんなこと長めのラーメンタイムなったらやる場合も稀によくある。まあ、ラーメンタイムはねこれはやるこんないからセーフですよね。もうちょい編集うまくやれや。やっぱ前出るとチャービとロンビだらけやね。ロンビほどじゃないけどチャービも必中なのは結構なストレスゲーですからね。3期目は初のパイロットパス期待ながら環境に転がされたオーガンブームさんです。実装当初はあんなにいたのに。こいつは必中セミオート武器がバズくらいしかないのと鉄器撃破時のガバロック機能が赤ロックに通じなくなったのがでかいよね。ただ環境に合わなくなっただけでコスト比で見れば性能は破格なんすけどね。連射ビームも優秀で撃破時のブースト回復もあるしバズ格もできてコスト低いんでわし今でも乗ってます。来週の調整次第でまた増えるかも。ただガバロックだけは変に元に戻さんでくれ。マジでガバロック復活だけは許すな。グーバズ余裕で外してっからの誰かが取ったよろけに合わせて華麗にビームガン切る。これが GN ドライブーの力。絆キルの力です。さらに来た数字拠点をオセロしてしまう圧倒的 GN ドライブ力に震えろ。ただのポイ中古時期です。しかし味方が格闘移動してきたと勘違いして棒立ちスラッシュされてしまう。お前らがガンブムだ。敵チームでそういうことならもうトニーザタイガーさんが黙ってませんよ。ブーレイブー飛び出せ君もバスターだ。はよ飛び出してるとこ見せてください。若干どこ出るか迷ってっからの来たと作る気配を察してコーンフレークガンダム出撃。編集でカットすればいいのに。このバスターガンダムはパイロットパス機体の第2弾として今回も3000円課金すれば金づてに入る。両軍合わせて6600円税込み機体高い。でもお強いんでしょ。3000円機体とは思えないほどクッソ弱いです。ゼロビだけはコスト比から見てもかなり強いものの他がマゼラにシャッガンと微妙な武器なんで使いづらい機体。もちろんマゼラは赤ロック誘導なしで直当てしたとしてもよろけまでは取れない DP。 金図武器にミサイルがあるんでそれとマゼラでよろけ取ってっからゲロビでとどめって想定なんすかね。ともかく初手でマゼラでひるませてっからの切り替えなしゲロビくらいしかできないのが辛すぎる。銃撃の足で射程短い武器しかダメージソースないのは致命的。まあ来週のアップデで個別の情報修正入るんで期待しときま、死にました。お疲れ様です。その後なんやかんやで指揮の指示通りに動いたらええ感じに言われて逆転してたんで、その後の活躍シーンをダイジェスト形式でお伝えします。そのええ感じに逆転したとこ見せろよ。頭のガシャで尺使いすぎたんでこれはしゃあなしですよ。全部お前のせいじゃねえか。久々にマゼラ使ったけど、やっぱ赤ロック必中じゃない武器でヒットさせると気持ちいいね。もう完全に必中武器環境に慣れてしもたんで、来週から環境次第で何もできなくなるかも。エイム時から死んでるでおなじみの実況者ですんで、ラストはやはり天草くんのハンマー格闘で思い出残してこ。なんで天草が死ぬる前提で実況してるんすかね。さすがにこのハンマーも弱体必死やろ。まあエグザムで DP 上がるのはやりすぎたんで必中ではなくなると思いますけど、使
かハンマーから格闘振るならもうやってる言葉ずかくと同じやろ。これ天草でなくてもいいですよね。バッキャロー無限にハンマー振れる天草さんだからできる戦法やぞ。はい、気持ちいい。天草で銃撃芋畑荒らすの最高に気持ちいい。ハンマー最高。これ格闘が気持ちいいだけですよね。この後ハンマー叱りまくって無事ロンビ1号にフルモッコされました。ロンビハンマーは今のうちだけやぞ多分。ということでリベリオン解消素晴らしい。これは式が良かった試合っすね。式さん感謝。個人戦績はかもなく不可もなく予点突ゼロポイントの時点でお察し。では皆さんお疲れ様でした。来週は新機体のデラックスガシャコンボリューム81が実装。オーダーにもハンマーガンダム追加ですか。クローネツバイのスタン武器が気になるところ。合わせて強化応援キャンペーンとジャブジャブ応援キャンペーンでマスメカパック販売。これ課金ゲーなんでね。さらに沼ガシャ更新とバスターくんの特製揚げセットも販売開始でジャブジャブ勢を全力でバックアップ。無課金勢はどうすればいいですか。参戦してアイテムガシャコン引けるのとかサーシェス女体カーバとかドープ階級リセットやっといて。ちなみにアイテムガシャのラストワンは限定デロックスガシャチケです。無期限デロックスはばらまきたくないという強い意志。そして新環境の個別の修正内容がこちら。思ってたのと全然違う。つか修正少ないんすね。バスターは結構使えるようになる予感。まあ問題は赤ロックの弱体がどんくらいかっていう点なんで、来週になってみないと何とも言えないよね。ガバロックに戻るか、赤ロック維持か、といったことでまた次回。